皆さんこんにちは、こんばんは、ラピ TV です。本日は Google スカイで見つけた宇宙の真実第4弾、葉巻型宇宙戦艦をご覧に入れます。またその他部品を運ぶ UFO とかもお見せしますので、皆さんと一緒にこの不思議な葉巻型円盤を詳しく今日は検証していきたいと思います。そしてこれが小型宇宙船がこの葉巻型 UFO に着艦してドッキングしている、これがその写真となります。左側に小型の宇宙船が着艦してますよね。そして右側の方にもここに着艦するためのドックが見えております。それに近づいてくる小型のここに宇宙船がはっきりと映っております。おそらくこれが近づいてこの右側に着艦するものだと思われます。こういった不思議な戦艦型のまた宇宙戦艦を見つけましたので、皆さんに詳しく一緒に検証していきたいと思います。今日は割とモノクロにするとはっきりと形が映り込んでおりますので、詳しく見ていきたいと思います。その他見つけたものもご紹介します。それでは早速見ていきます。写真からです、どうぞ。こちらが前回にもお見せしたこのドッキングして部品を組み立てているところの UFO の写真ですね。パーツの工場からパーツを一つずつ持ってきて、こういう風に感じで組み付けている宇宙船、小型 UFO がこれとなります。これよく見といてくださいよ。この一つの大きさのこの部品を運んでいる UFO も拡大して今日ははっきり映っているものを見つけましたんでお見せします。そしてこれが色を変えたものです。こういった感じでパーツごと部品ごとをここに並べてドッキングさせているようです。そしてこれ、そしてこれとなります。今回これと先ほどのものも詳しく見ていきますので最後までご視聴ください。これがその葉巻型の今回見つけた宇宙船となります。はっきりと着艦ドックまでここに右側と左側は珍しくこういうふうにはっきりと小型宇宙船がこのドックに着艦してますよね。はい、このハッチ部分に着艦している貴重なこれが写真となります。こういった形と家のような形のものとこういった丸型とが存在しますね。私もかなりこの Google スカイシリーズでこの葉巻型やらいろんな宇宙船皆さんにご紹介してきましたが、その中で見えてくるものがありますよね。こういった何回も映り込みますこの小型の宇宙船、そしてこういった形、そしてこの葉巻型、ヨーヨーな形、いろんな形をしています葉巻型宇宙船、それのところにこういうふうに着艦できるようなドックがあるということで、やはり理にかなってますよね。この左右の一番端に一機ずつ小型宇宙船が着艦できて、このハッチから中に乗組員が入っていくのだと思います。そしてこの辺にもいくつか予備のものもありますし、下方向にもこの辺にドックみたいなものも見えますので、おそらくいくつかここら辺に着艦できるようにできているものだと思います。この辺ですね、この辺のところに丸いものが戻ってきたり、ここですね、はい、拡大するとここです。ここに今戻ってきているのがこれではないでしょうか。ここにも行きますよね。こういったものがこういったところに着艦するようにできていると、理想的な設計だと思います。葉巻型だとこの左右に小型の UFO 宇宙船が着艦できますし、こういった諸々な部分に着艦できますので、自分の好きなスペースの部分にドッキングできて、そこから中に入っていけるといったものだと思います。そして今回見つけたこの葉巻型はおそらくこの形から中央部分が大きいですよね。おそらく伸び縮みするロッドアンテナのように、これが格納、左右から格納できるものではないでしょうか。これは私の試験ですが、ここ異様に大きい筒のようなものなので、
これがどうも左端、右端に行くほど小さくなっておりますので、これが伸び縮みするのではないかと私の、まあ、推測と、まあ、試験となります。皆さんはどう思いますか？この部分がだんだんと、まあ、前に行くほど細くなっておりますので、これがロッドアンテナ、あのトランジスタラジオとかについているロッドアンテナ、伸び縮みします、あのロッドアンテナのようにこういうふうに自動でこの辺まで、まあ、収縮する、左右が収縮する設計ではないかと私のこの試験ですね。こういった形は、まあ、なかなか珍しいですね。今まで見た中の葉巻型は、まあ、普通通りのっぺりとしておりますが、こちらはだんだんとなんかタケノコのような感じですね。タケノコを2つつけたような形なので、まあ、伸び縮みするようなものではないかと思います。皆さんはどう思われますか？こちらが推進装置の後ろの部分だと思います。流していきます。こんな感じです。どうでしょうか？今はっきりと映っております。モノクロにするとこういった感じで形が浮き出てきます。そしてこれが、まあ、左端に、まあ、着艦してドッキングした小型 UFO 宇宙船となります。ここに煙のようなものも出てますね。はい。そして次の映像です。はい。これが、まあ、緑っぽい色をかけてフィルターをかけたものです。どうでしょうか？はい。左から流します。これが小型宇宙船。そしてこれ。皆さんこれ伸び縮みするように見えませんかね。私の考えすぎでしょうか。この部分がぐーんとこの辺ぐらいまで、こちらもぐーんとこの辺ぐらいまで、だいたいこれの、まあ、3分の1まではいきませんけど、それぐらいの大きさに、まあ、左右が縮まるではないかと私の推測です。そしてこれです。これが、まあ、実際の映像に近いものです。どうでしょうか。こんな、まあ、変わったスペースグレーのような色をしております。そして小型宇宙船はやはり銀色の白い輝く色をして、上にアンテナのようなものがついております。はっきりと見えてます。そして左から流していきます。これが実際の色、オリジナルに近い色となります。はっきり宇宙船艦だということがわかると思います。はい。そしてそれに近づいてくる、これがまあ、帰還する小型 UFO たちというふうになります。はい。これが、まあ、ちょっと色を薄めにしたところで、これが正式なサイズだと思います。どうしても明るくするとね、どうしても膨張しますので、明るくするほど膨張色になって白くなるので伸びますが、これが、まあ、スリムなサイズで、これが一番正しいかもしれません。どうでしょうか？皆さんのコメントをたくさんのご意見、推測お待ちしております。ここに1機、小型機1機、そして着艦しているのが1機あります。貴重な写真となります。今回見つけたのがこれとなります。これが、まあ、本当のオリジナルの色です。はい。オリジナルではちょっとね、こうぼやっとしてるんで、私がいろいろフィルターをかけて鮮明にしたものです。そして、その部品の一部、後ろの部分のようなものが、これが別の場所で見つけたものです。はい。これもそのパーツの一部だと思います。ここで一つ、二つのパーツが合体したものか、それとも1、2、3、4つが合体したものか、それを運ぶ UFO もお見せします。これが薄くした色で、白黒です。そしてこれが明るくしたところです。どうでしょうか。そしてこれ。そして今回はこれも近くで見つけましたね。マリモのような、まあなんていうか惑星型の巨大 UFO です。そして次です。はい、色を変えたもの。そしてまあオリジナル。そしてその近くにあった不思議なこういったそういったもので集合して作った、まあ、人工惑星のようなものが妙な形ですよね。これなんかキュウリかヘチマ。そしてこれもなんか変わったひょうたんのような形、そしてヘチマのような形のこういった物体までも見つけました。そしてこれが例のごとくいつものようにパイプラインです。そのそばにあるのが先ほどの3つの人工惑星、そして
これが点々とある丸いマリモのような惑星型 UFO となります。ここもあります。そしてこれ薄くしたところ、そしてそのそばに見つけました1マリモのようなもの、これもそうです。向こうが透けて見えるということはかなり薄い何か網状のものだと思われますね。中は空洞みたいなものだと思います。デススターとも言いますが、どうでしょうか。はい、それともダイソン級でしょうか。こういったものです。はい、詳しい方はぜひコメントください。そしてこれ、そしてこれがその赤枠内がこれだけいるということですね。ここにそのパイプラインが走ってますよね。そのパイプラインの中を、はい、ここパイプラインの中をここ通る丸い球体が見えております。そしてその横にこういった赤枠内にこの球体、そして次これがプレアデス星団の今回見つけた球体はここ、そして人工惑星がここです。そしてまたここにも球体がありました。そしてこれが今回見つけた先ほどの、まあ、葉巻型がここです。はい、こういった位置関係になります。そしてこれが、まあ、今回見つけました、偶然見つけた、まあ、この何て言いますかね、部品工場、宇宙空間にあります四角い部品工場から部品を運ぶ青い、これが人工、まあ、知能を搭載した、まあ、この部品を自動的に運ぶ、まあ、コントロールされて自分の人工知能で運ぶその部品を運んでいるところだと思われるものを見つけましたんで、拡大して画像処理してみました。どうでしょうか。これが部品の部分です。そしてこれが運ぶ例の青く輝くものとなります。私の動画を過去ずっと見てきた方はこれが何なのかお分かりにいただけると思います。この青いのはあの部品組み立て工場で常に青く光っているものがこれです。これはおそらくその輸送するロボットだと思います。倉庫の中で、まあ、人間の中で言うと倉庫の中で自動的に物を運ぶ、決められた部品を自動的に運んでその場所に持っていく、まあ、ロボットのような、まあ、宇宙船だということが推測されます。そして次です。はい、拡大したと。そしてこれ、これもその部品ですね。これは単体で置かれているんで、まだその運ぶロボットが左側についておりません。宇宙空間にそのまま置いて置かれている、まあ、2つの部品を今お見せしております。そしてこれが今回メインのテーマのその葉巻型 UFO となります。はい。そういったわけで、ではその詳しい映像作りましたんで、もう一度これを詳しく見ていきたいと思います。スタートです。はい、鮮明にした画像とできるだけ近い色にした処理した映像を処理したものを見てください。これが着艦した小型 UFO、 左側これではっきりと家のような形をしてます。そしてこの辺にも何かレーザー砲が出るような、まあ、黒い窓のみたいなものまで見えます。そしてこれが私が言うロッドアンテナのように少しは左右が伸び縮みするものではないかと思う、まあ、葉巻型、今回のメインの葉巻型宇宙船となります。この座標はね、概要欄に貼っときます。この宇宙船ですねの座標は貼っときますので、ぜひ皆さんその目で見てみてください。今日はこちら第4弾Google スカイで見つけました葉巻型宇宙船、戦艦ですね、それが、まあ、着艦しているところの貴重な映像です。子機が着艦している親機の母船に着艦している映像をご覧に入れました。最後にその場所をお見せしてお別れしたいと思います。これが Google Earth Pro です。ここをいつものようにこの土星のマークのところを星空に変えて Google スカイに切り替えてください。そして白窓の中に下の概要欄からコピってペーストして検索をするとここに飛ぶようにしときますので、ぜひ下の、まあ、座標からその目で見てみてください。これがその今回見つけた
葉巻型に着艦した UFO とそれに近づいてくる帰還する UFO となります。こういった感じではっきりと銀河とかそういうなんて言いますかね、細長い葉巻型の隕石の見間違いではないということがお分かりになると思います。これですね。そしてこれが、まあ、人工惑星です。ちょっと人工惑星もお見せしておきます。1はその下の方ですね。これがその変わった形をした人工惑星。そしてそのここにパイプラインのようなものが走ってますよね。その横で見つけたこれがマリモのような形をした、まあ、惑星というかデススターといいますか大損球といいますか、まあ、彼らが作った不思議なものですね。こういった形のものを作る、まあ、異星人もいるということです。まあ、これでもっと不思議なものも見つけておりますのでね、まあ、次回この後ずっと続けていきますので全てを見るとつながるものがあると思います。これは向こうが透けて見えますので向こうの恒星の光がはっきり見えております。ということはこれは完全に、まあ、密な状態の質量のものではないと、まあ、空間がある空洞があるものだと思われます。こういった感じで網目状のようなものが合体して作ったものだと思います。彼らのテクノロジー、それにしてはもう惑星サイズの大きさがあるものですね。ダイソン球のようなものが見えてます。そしてそのパイプラインの中で膨らむこういった、はい、どうでしょうか。ここ丸いものが見えてますよね。これが無理やり通るわけにはいけませんよね。血管の中で詰まった血栓のような感じがします。はい、こういった感じで、まあ、お見せしたものとなります。そしてもう一つはこれですね。はい、その近くで見つけたこれが先ほどの部品、2つの部品を組み立てた小型の、まあ、宇宙戦艦かスペースコロニーだということがお分かりになると思います。ではこの座標ともう一つこの先ほどの宇宙戦艦メインの宇宙戦艦の座標これですねは概要欄に貼っときますので皆さんぜひ見てください。今後とも次回も不思議な映像をお見せしますのでぜひ皆さんいつものようにコメントお待ちしております。長くなりましたけど今日はこちらの宇宙戦艦型 UFO が着艦しているこの小型の UFO が着艦している貴重な映像を皆さんにご覧入れました。ではまたです。さようなら。